博士、こんばんは。はい、こんばんは。それでは早速本日のゲストをご紹介します。衆議院議員の浅尾慶一郎さんです。よろしくお願いします。浅尾先生、今日よろしくお願いします。浅尾先生と昔からお友達というかお付き合いがあるので、いやいや本当に今日はね、みんなの党の最後のところのお話をお伺いしたいなというんで、ちょっといやらしいお話も聞けるかなというんで、はい、ね、いやでも先生大変だったじゃないか、はい、あのね、なかなか去年の年末、正式には、回答の届け、回答日っていうのは11月28日なんですけど、うん、11月28日に回答して、12月の2日から、選挙でしたから、中4日で無所属になって選挙って大変なあれでしたけど ね、 その逆のパターンはよくありますけどね慌てて選挙前に党を作るっていうのは聞きますけど、まあ最終的にはその、まあ、選挙の前に、どういう路線でやっていくべきなのかということで、うん、まあ、渡辺、前代表は与党再編ということを言ってましたけど、うん、まあ、別に与党再編は私は否定しないんですが、向こうから求められればね、うん、あのあれだけど、もう選挙になってて別に求められてないのに押しかけていっても確かに有権者に何言うんだって話になるんで、うん、まあ、私はやっぱりその日本の政治の中で緊張感のある形でですね、うん、まあ、大きな政界再編をやっていった方がいいという主張だったので、まあ、党の中でいろんなあの意見が違っちゃうと、うん、結局メッセージが有権者に伝わらないだろうということで、うん、まあ、回答をしたんですね、うん、で、まあ、この間サンデー毎日っていう週刊誌がですね、はいはいはい、週刊誌って基本的には人のことをけなすことが多いんですが、ね、珍しく褒めてましてですね、まあ、そのサンデー毎日の方から取材を受けて、まあ、お金返したんですね、実は党会としですよ、ね、あれ本当はその皆さんこう本音で怒られますけど、いろいろくっついて5人以上するのはお金をもらえるからですよね、政党交付金、でしかも党がともかく誰かが引き継げばそのお金はずっと持っていけるんですよね。そうなんです、ね、実は当時現金で、現金というかまあ銀行預金ですけど、うん、16億ぐらい、あったんですよ。でそれを、まあ、結局10億ちょっと国庫に返納したんですね。まあ、もちろんその職員の退職金とか、まあ、選挙も目前に迫ってたから、その準備してる人たちには一応多少お金は出さなきゃいけないけど、まあ、その他についてはですね、国庫に返そうということで返したら、で返した時にその3年毎日の人に何で返したんですかっていうか、まあ、まあいろいろあるけど、まあ、最後は痩せ我慢ですねって言ったら、うん、その痩せ我慢よしとか言われてタイトルになってましたけどね。いやでももう本当申し訳ないですけど、痩せ我慢ですよね。いやだって皆さんそのお金が欲しくてくっついたりとか、まあ、そういう声も実際あったでしょ、中で。でまあ当時その、まあ、お金の話であれですけど、現金としてあったのは16億なんですけども、うん、党をそのまま残しておくと12月になるとあと5億来たんです。へー。それから、選挙の結果に関わらず、うん、参議院の方は選挙ありませんから、うんうんうん、で参議院の時に、取ったあの政党交付金っていうのはですね、実は議員の数で半分、それから選挙の時に、取った得票で半分割り振りするんですね、で大体年間300億の予算ですから、150億っていうのは得票割りなので、うん、これはその選衆議院の選挙がどういう結果になろうと参議院の方が変わりませんから、うんうんうん、それで入ってくるお金ってのもまあそれなりにあったんで、そういう、そういうのがまあ全部その権利は放棄したんで、うんうん、まあ、現金として返したのは10億ちょっとですけど、うんうん、もらわなかったお金とか入れると結構なお金になっちゃうっていう、ね、いやみんなでもこれ真面目な話、反対しませんでしたいやいや、それでね中にはまあ、16億のお金があるから、当時20人国会議員がいたんで、うん、山分けしたら8000万だなんていうさもしい話をしてる人がいたんですが、うん、まあ、しかしそれはちょっと我々一応税金の無駄遣いをなくすといって選挙と戦ったのが、うん、まさにその税金の無駄遣いの最たるようなことをやっちゃ恥ずかしいので、うん、まあ、回答が決まって、まあ、その山分けしたら8000万だなんて話は聞こえてきてた部分もあったんで、うん、回答が決まった瞬間の直後の会見で余ってるお金は国庫に返しますと、うん、マスコミの前で言っちゃいましたから、さすがに
山分けしたいって言ってる人も、いや山分けしましょうとはなかなか言いづらくなってそれはさせなかったですけどね。でももっとね、その痩せ我慢というか知られてもいいですよね。そんなと聞いたことないっちゃおかしいですけど、まあね、そのなんかね、さっき森下博士が言ってましたけど、お金のために12月末になると、うんうん、あるいはね、新年神道を作るっていうのはちょっとね恥ずかしいですからね、うんうんうん、まあ、ちょっと具体的な名前言うと怒られちゃいますけど、なんかね恥ずかしい名前のトークできてましたよね本当になんかね、あれね、どうせそういう名前つけんなら愉快な仲間って話しかったですからねびっくりしますよねでもあっちの方がまあ普通常識なんだろうと思うんですよね。いやだから三分割とかいろんなアイデアも出たんじゃないかと思うんですね。やっぱそんな話は取らなかったんでしょうね。いや、まあ、要するに結局それはお金のためだけになっちゃいますから、まあ、お金はもちろん大事ですし、まあ、痩せ我慢のところもあるんですけども、しかし痩せ我慢をしないと政治不信というのは高まるんじゃないかなっていう気はしましたですけどね。いや、その後ね、その無所属でそのまま衆議院選挙に入られて、はい、それもすごいなと思って見てたんですけどもね多分あの多くの人はね、やっぱどっかに入るんじゃないかと思った人多いと思うんですけど、まあとりあえずそのこの間の衆議院選挙を考えるとですね、まあ自民党が勝ったんじゃなくて他の野党が負けた選挙なんだろうなというふうに思います。で、負けた理由っていうのは何かっていうと、他の野党がまあ急な選挙だけど前回負けたから今度はちょっと増やせんじゃないかってことで守りに入ってた選挙なんですね。で、まあ、守りに入る選挙っていうのは多分あの結果として勢いも出ないので負けちゃうと。で、無所属で全く比例復活もないっていう背水の陣っていうのは守りの選挙じゃなくて、これはまあ、 あの攻めの選挙なんですけども、まあ、それをやった結果、まあ勝てたのかなと自分では思いますけども、で、まあ、そのことから、今やらなきゃいけないのはですね、あのちっちゃい違いを乗り越えて、あの政党がくっつかないと、多分その自民党に対抗する勢力ってのはできないでしょうね。で、そうするともちろん安倍さんのやってるいいこと、安倍さんのやってることを全部否定するわけじゃないですけども、しかしあのたまに失敗することもあるでしょうから、その時に受け皿がないと国民として不利なことになっちゃうので、まあその大きな再編をするためには、とりあえずどっかの政党の色がない方がいいかなということで、まあ、去年の選挙は無所属で戦ったんですね。で、ただ選挙終わってですね、中村喜四郎さんという無所属で3回か4回当選されてる方がいらして、まあ、彼、その衆議院の委員会で席が隣になったんですね。で、まあ、浅尾君もう1回無所属で勝てば次もずっと無所属で勝てるよっていうことを言われたんですが、まあ、しかし選挙に勝つことだけは目的ではないので、まあ、大きなあの政策をどうやって実現していくかということが大切だと思いますんで、そのための政界再編にあのこれからちょっと力を入れていきたいなというふうに考えています。それが、まあ、今みんなの改革という形の党なんですね、はい、これその先生以外の国会議員の先生は、みんなの改革というのはですね、いわゆるローカルパーティーということで、まあ、関西地方だとあの大阪維新の会というのはローカルパーティーですね。日本維新の党というのは、あの国政政党ですが、大阪維新の会というのはもともとローカルパーティーなので、もともと維新も最初ローカルパーティーがスタートですもんね。で、神奈川みんなの改革というのを作って、そこには参議院議員の中西健二さんが入ってます。で、福岡とか千葉とか、いろんなところでそのみんなの改革 の、のローカルパーティーは、作っていっているところです。なんか結局見てると、その最初渡辺さんとか江田さんと先生なんかでご一緒にね、みんなの党作られましたけど、その最後の件見てると結局みんなの党の 本家本元は先生かなという気がするんですけどね江田さんはまあ出ちゃってますし、で渡辺さんもまあ正直ね、なんかちょっと最後はうんっていう感じで、だって結局その言われてる党のその内容というのを代表してたのはやっぱ先生ぐらいかなという気がするんで、なんか本当もったいなかったなという気がするんですね。そうですね、やっぱりやはりあのみんなの党が主張してきたことは、まあ多分単純に言うと2つなんですね。1つは、よく経済のことが分かって
ている人たちが作る経済政策、まあ、市場を重視しましょうという経済政策で、もう一つは、その観点も含めてやはり行政改革というのはちゃんとやらないといけないと。その観点というのは例えば、バスの公営バスの運転手さん、要するに市バスの市営バスの運転手さんと、普通 の、 あの民間のバスの運転手さんでお給料が相当違うっていうのは、同じ仕事をしているにもかかわらず違ったのはおかしいんじゃないかっていうようなことに、まあ、例えば象徴されるような行政改革っていうのをやっていこうと。で、今みたいな話っていうのは多分普通の方からするとそれはそうだっていう話なんですよ。だけどそれをいろんなへ理屈をつけて、まあ、あのずっとやってこなかったわけですよね。だからそのやってこなかったことはしかしどっかでやらないといけないことだと思うんですね。あの確かに例えば私は、まあ、神奈川県ですけども、横浜市は市営バスもあって、それから民間のバス会社があるんですが、民間のバス会社の人から直接聞いた話ですけども、自分の会社で採用して、まあ、いいバスの運転手さんになったっていうと大体5年ぐらいで、辞めちゃうと。なんで辞めちゃうかっていうと、みんな市営バスの就職試験を受かっちゃって、そっち普通と、そっち行くと給料は高いんで、そうすると民間でせっかく教育訓練もしたいのがそちらに取られちゃうっていうのは、どう考えてもですね、その競争原理から言ってもおかしいということなんで、まあ、そういうところは変えていかないといけないかなと、まあ、そういうようなことも含めたですね、業界です。結構本当矛盾してる人多いですよね。昔国立大学の時代はね、結構本当に同じような人がいっぱいあって、お掃除してる人の給料高いんじゃないかなって言われてましたからね。まあさすがに独立行政法人になってね、完璧じゃないですよ。でもだいぶ、まあ、普通の状態になってきたかと思いますね。そうですよね。でもそういう先生やっぱ発想元になったのは、先生もあのスタンフォードで行かれてましたけど、はい、やっぱアメリカの時なんですか、それともその前から問題意識結構あるの？まあ、アメリカの時もありますけども、アメリカの時にそこまで詳しい問題意識持ったわけじゃないんですけども、ある時ですね、まあ、国会議員になってから特にそうなんですけど、なってすぐなんですが、実は産業別の人件費っていうのは統計で出てるんですね。でそれ見ると公務員が一番高いんですよ。あ、そうなんですか。日本の国は、例えば日本で一番国際競争力がある自動車っていうのは輸送用機械っていう産業分野になるんですが、この輸送用機械の大体 1.5 倍が公民の人件平均人件費なんですよ。と、いうことは、ここで言うとですね、あのスポンサーは森下仁丹さんですけれども、森下仁丹さんの管理部門の人が、実際森下仁丹を売ってる人の 1.5 倍給与を取ってるようなもんなんで、そんなのは普通はやっぱり売った人が一番取らないと本当はおかしいんですよね。国、日本の場合はそうなってない、ね、なんでそうなってないのかなと思っていろいろ調べてみたらですね、実はその、まあ、こういう言い方がいいかどうか分かりませんけども、夜遅くまで働いている、一生懸命働いている公務員の人がめちゃくちゃいっぱいもらってるわけじゃなくて、定時になったら帰ってあんまり仕事してない人が、その同じような仕事をしてる人と比べていっぱいもらってるっていうのが問題なんですね。まだまだね、改革してもらわなきゃいけない人がいっぱいあるんで、ね、もうお時間に、ね、なってしまったんですけど、先生ぜひみんなの改革でまた政界改革をしたいと、ぜひそういう形で改革していくとですね、まあ、これから2025年問題って多分森下先生よくご存知の医療費が今の 1.8 倍ぐらいなんですか、社会保障費が 1.8 倍になるっていうようなことを考えると、やっぱり無駄はなくしていかないといけないというふうに思いますので、ぜひ頑張っていきたいと思います。今日いろいろとね、裏話を聞かせてもらって大変ありがとうございました。ありがとうございました。また先生ぜひお越しください。よろしくお願いします。